まあ、売上高が89億円ということで、まあ、その前日の連結効果ということで、まあ、1.8 倍ということで非常に大きくなりました、まあ、これが売りの売上増ということは大きいんでございますけれども、もともとネオスのでやっているソリューション事業というのも、まあ、比較的顕著に推移したということも売上をアップさせる一つの要因となってございます。あと、まあ、利益の方については営業利益が5億飛んで400万ということでございます。前年から営業利益ベースで約8億強改善をしております。費用構造の見直しを、まあ、製造費販売費とも含めていろいろやってきたということが、まあ、ようやくその実を結びまして、ジェネスおよび、まあ、ソリューション事業の売上拡大によるあの利益効果もあったんですが、こういった費用面の改善ということも含めてトータルで利益体制転換をできたということでございます。業績予想でございます。いろいろリスクもあるけど、まあ、もちろんチャンスも非常にあるということでございますので、まあ、ある一定の幅を持って、まあ、固定するのが妥当だろうということで、売上に関して言いますと8億が100億、営業利益に関して言うと5から8億ということで、まあ、あの18年度の、まあ、業績を、まあ、ミニマムとして、ある幅の中で、そこに向かって、まあ、社内も予算を組んでやって、スタートをしているということでございます。のソリューション事業に関して言いますと基本的には需要は底堅いと思っています。フィンテックの部分あの力入れておこうとしてまして、まあ、国もあのいわゆるキャッシュレス決済を主導しているということございますので、まあ、これはいろんな意味で、我々にとってはフォローの風になるなと思っておりまして、まあ、こういうところが盛り上がってくるだろうと。あの AI の話はもうことごとずっとなんですけど、最近 RPA という言葉を皆さんも聞かれる通りでございまして、業務の効率化をまあコンピューターよりネットを使ってという言葉、まあかなり言葉だけでなくて現実的に進んでおる部分もございまして、まあここに我々フォーカスを当てたようなプロダクトを持っているものですから、ここら辺はチャンスというふうに捉えております。コンテンツ事業についてはですね、あのこのキッズのビジネス私どもずっと力入れてるんですけど、最近やはりやっぱり IT に対する理解って非常に広がっている部分もあって、まあ、これがようやくもう少しずつ立ち上がっていくんじゃないかっていうことを、まあ、肌身で感じている部分というのが一つございます。それからあの教育の市場も IT 活用一番後回しに多分なってたんですけども、徐々に最近はそういう話も増えて、あと今回の任天堂のスイッチ参入するという発表をいたしましたけども、で私どもいわゆるストレートなゲームをやるということはあの考えてないんでございますけども、まあ地域や教育の分野でいろんなプラットフォームを使って、まあ教育までいかなくても楽しんで少しでもためになるような、あるいは創造性を養うような、まあそういうジャンルっていうのをプラットフォーム限らずやっていこうと思ってます。デバイス事業でございますが、あのポケトークが最初出た時はあのある種初めての製品ですので、まあ、売り場がないという状況があって、あのこれだけやはり、認知をされまして、あのきっちり、売り場ができてきて、あのマーケットが認識されたというふうに我々なりにもあの調査をした感じでございます。それから、まあ、タクシー車自体の電子化って進んでいく中で、タクシーの電子化もどんどん進んでいく、ここはまだまだ市場これからだという感じがします。それから3つ目やっぱ大きいのが次の IoT の実際の製品ですね。ポケトークがある意味コンシューマー向けの初めてのちゃんとした IoT 製品ですかね、まあ、こういったものがいろいろ出てくる、これが出てくるじゃない、まあ、これはチャンスかなと